はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。今日はですね、11月の、ジオングプレッシャーのチームジオングプレッシャーの、チームイベントですね、やっていきたいと思っております。今ちょっとメギストリ室に来てるんですけども、集合写真を撮っております。パシャ。で、こっちの方からも撮ろうかな。みんな映るようにって言うと結構難しいですね。あ、これいいかな。これいいんじゃないですか。こんな感じで、パシャ。いいんじゃない？いいんじゃないですかね。OK。でですね、今回はですね、ここで泥系をね、やろうと思ってるんですよね。で、ちょっとメンバーのね、紹介をしたいと思います。で、上からね、名前を読み上げていきたいと思います。ですね、まずバダルさんでしょ。で、タナヒロさん、ルナさん、キラードロフさん、チリソースさん、サラマンダーさん、孫悟空さん、ユートさん、アミヤさん、コッチーさん、アベルさん、マーシュさん、ミリアさん、福ピクさん、ミーミンさん、りょうさん、ソラさんですね。何人いるんでしょうね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,17人いますね。ということで、この17人で、泥系をね、やっていきたいと思っております。それではですね、ちょっと場所を変えて、やっていきたいと思いますので、とりあえずここでね、ちょっと動画の方切ろうかな。はい、それではね、泥系のルール説明をちょっとしたいと思います。まずね、刑事になるのが私と、ルナさん、リョウさん、アベルさん、キラードルフさん、タナヒロさんのこの6人ですね。6人が刑事になります。で、残りのメンバーが、泥棒として逃げるんですね。で、メギストリスの、建物の中以外、外だけですね。外だけを使って、でワープ禁止で、泥棒は逃げることができます。そして、ですね、この、なんだっけ、鬼ごっこ棒ね。鬼ごっこ棒の色を変えて、刑事は茶色の帽子、泥棒は青い帽子をかぶってますので、いいねを使って、泥棒が、刑事が泥棒にいいねを使って、茶色くした場合ね、捕まえたということになります。で、捕まった泥棒たちは、この円の中に集まってきます。この円の中にね。で、ここの円の中に、捕まった泥棒は待機していて、それでですね、ちょっと待って、今、撮影 してますので、お待ちを。それでですね、捕まったメンバーがここにいますよね。それで、刑事はここをね、守る形になりますよね。泥系なので。泥棒が逃げられない、ここを守る形になります。で、泥棒がですね、捕まっていない泥棒たちが、ここに捕まった泥棒たちを助けることができます。助けるというのは、泥棒たちがここへ走ってきてですね、で捕まっている泥棒たちは茶色帽子になっているので、いいねを使って青くね、帽子の色を変えて、変えた場合に、捕まった泥棒たちは逃げることができます。そんな感じですね。わかりますかね？ちょっと複雑なんですけど。で、その逃げた泥棒は、逃げ切った場合は、勝ちですね。ですね、それで、ろうそくね、10分間のろうそくを使って、
泥系をやっていくんですけども、10分間逃げ切った泥棒が勝ちで、もしくは10分間の間に全ての泥棒を捕まえた場合は刑事が勝ちとなります。以上、そんな感じですね。ちょっと自分でも混乱してますけど、そんな感じでやっていきたいと思います。それではですね、それでは始めていきましょう。10分ろうそく使いますので、泥棒の方たちは逃げてくださいと。ではね、使っていきますね。で、捕まえたら一人はここに刑事一人はここにいましょう。OK。ではスタートですと。はい、ではスタートです。何がありだろう。鬼の居場所を言うのはありですか。鬼の居場所。鬼と刑事は白茶で、まあいいか、まあいいや。じゃあね、ちょっと探していきますよ。みんなの場所はマップじゃ分かんないんだよね。いた、コッチーさん見っけ。コッチーさん見っけ。マーシュさん見っけ。オッケー、マーシュさん見つけました。マーシュさん捕まえました。最初の丸で待機ですと。で、捕まえたらここにね、一人残っといた方がいいかなと思うんだけど、誰を残すか決めていなかった誰を、刑事誰か残さないとね、あれなんですけど、誰を残すか決めてなかった。そらさんトイレ、どこだ。で、泥棒は、逃がした場合はちょっとしてくださいと。アイス食べながら探してます。いいな、アイス。残り7分。まだいるよね。ど
か探し行こう。じゃあ捕まった、ミリアさん捕まりました。 OK、 よく捕まえた。 OK、 意外となんか見えないな、みんな。あ、宝箱あんなとこにあったけど、今は宝箱どころではない。棚広さんは鬼だから、あと6分。あれは違うね、いないぞ。新商品さん、ここにいたじゃん。 OK、 ソラさんさんと新商品さん捕まえました。OK、これは違う人だよね、知らない人。残り5分。この辺も知らない人。捕獲、続々捕まってるから、そろそろあそこの捕まえた場所に戻りますかね。逃がすしっていう人がね、多分出てくると思うんだよね。どうやって戻るんだ。戻ろう戻ろう。多分ね、そろそろ捕まった人を逃がすっていう人がね、来ると思うんですよ。マナさんが走ってたどこや、どこで走ってた。まだ捕まってますね。ちなみに今捕まってんのはコッチーさん、ユートさん、マーシュさん、ミリアさん、チリソースさん、孫悟空さん、ソラさん、キラードロフさんですね。 OK、 じゃあちょっとこの辺の裏にいたりしない？助けてと言ってる。助けさせてなるものか。オッケー、いなそうだね。アベルさんあっちにいるんで、こっちちょっと見てみたい。残り3分。まあ捕まってない人いるよね、きっとね。サラマンダーさん捕まってなさそうだよな。どうだ、あ、ここ通れない。アブレさんこっち来た。あ、そっか、ユータさんローリャー説明してなかったね。あの傘持ってる人は捕まった人かな、ぽいね。捕まった人っぽいな。残り2分。よし、じゃあ探し行こう。サラマンダーさん捕まった。
いや、どこにいるかわからないな。りょうさんは味方だよね。なんだ、どこかな。あと棚広さんか、びっくりした。この中とかあるかな。残り1分。俺アミャさんが残ってる、ピクピクさんも残ってる。どこやねん、わからないぞ。王将行く？いいな王将。ぷくぴくさんとアミヤさんか、どこだろう。やばい、ちょっとね戻りましょう。戻って逃がされないようにした方が、あ、オッケー、終わり、終了です。全員最初のところに集合してください。鬼ごっこ、棒の色はそのままです。そのままで。いやー、2人かな、捕まえきれなかったですね。アンナさんどこにいたんだろうね。じゃあね、勝者の泥棒さんはこちら。この辺に。二人だけかな？二人だけかな。では1回目のね、勝者はアミヤさんとプクピクさん。ちょっとメモっておこう。メモ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 。アミヤさんとプクピクさん。OK。あれ、これなんだ。ソフトを終了する。こんなんどうやって出てきたんだ。あ、いいね。OK。1回目の勝者は、アミヤさんとプクピクさんです。ございますと。ケージフルーン二人にスルーされた。どうしよう、もう一回やりましょうかね。もう一回やりますか。